はいどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は US 版の妖怪メダルシリーズ114パック開封したいと思います。シリーズ1は全部で44種類もあるので、今回の開封で3回目なんですけど、コンプまで残り19種です。では早速開封していきます。1パック3枚入りです。よっ。はい、1枚目がこちら、武用神保ノーマルですね。そしてもう1枚がからくり弁慶。3枚目のメダルがこちら、これはホロの海坊主ですね。3枚とも持ってるメダルでしたね。今回も狙うはブシニャン、レジェンド妖怪ブシニャンです。2パック目、せーの、ドン。はい、1枚目グレルリン、そしてもう1枚目がツチノコパンダ。3枚目いきます、せーの、ドン。はい、こちら電白小僧ですね。持ってないやつもカモン、お願いします、せーの、ドン。はい、ツチノコさん出てきました、キュピーン。そしてもう1枚目がこれは大蛇の壺ですね。そして3枚目、ドン。はい、バクロバー出ました。4パック目いきます。ホロのオロチとかも出てきてくれたら嬉しい。いきます、せーの、ドン。はい、1枚目こちらコマさんノーマルメダル、そしてもう1枚がじゃーん、こちらガラキンボー、これ初ゲット、やったね。では3枚目いきます、せーの、ドン。出ました、ホロメダルの青龍、すげえ、これも初ゲットです、嬉しい。5パック目いきます、いい調子、せーの、ドン。はい、グレルリンですね。もう1枚がよいしょ、こちらは極道、進化して極道。3枚目がこちら、あ、これプラチナ核ですね、ホロメダル、これも前回ゲットしたな。ちなみにプラチナ核とかは日本のメダルと微妙にポーズが違います。これで6パック目、ドン。これは武用神保ですね、ノーマルメダル。もう1枚がトラジローです、コマジローが進化してトラジロー。3枚目がこちら、バクロバー、よく出るね。これで半分の7パック目いきます、ブシニャンカモン、せーの、ドン。はい、こちら昆布さんですね。もう1枚がじゃん、あ、すごい、同格出ました。これね、旗のところ見てみると漢字の3になってます。これも日本のやつとポーズ違いますね。そして3枚目、ドン。あ、すげえじゃん、ホロメダルで、おー、角の神、かっちょえ、いいね、これ。後半戦いきます、8パック目、何出るかな、せーの、ドン。はい、コマジロですね、1枚目。2枚目がこちら、あ、すげえ、ババーン出ました。これも持ってないメダル。これは期待高まる3枚目、せーの、ドン。あ、コマさんですね、コマさんゲット。続いて9パック目、持ってないメダルがちょいちょい出てきてくれて嬉しいな、これ、せーの、ドン。はい、1枚目ツチノコさん、そして2枚目歌舞伎猿、そして3枚目がこちら、忘れん坊ですね、ノーマルメダル。はい、では10パック目いきます、せーの、ドン。コマさん、またまたコマさん、そして2枚目、これはガラキン坊ですね。そして3枚目、ドン。はい、青龍ですね、青龍2枚目ゲット。今回オロチかブシニャン、せめてどっちか出てきてほしいねんけどね。いきます、せーの、ドン。はい、電白小僧2枚目がこれは銀閣ですね、銀閣初ゲット。3枚目がこちら、これは武用神保ですね、裸のまま戦ってるっていうね。残り3パック、持ってないやつカモン、せーの、ドン。あ、これはメカブちゃんですね。そしてもう1枚がワルニャン。3枚目、ドン。はい、こちらは昆布さんですね。ラスト2パック、ブシニャン今回も厳しいのか、レジェンドブシニャン、せーの、ドン。はい、こちらメカブちゃん、そしてトラジロー、何やろこの組み合わせは。3枚目、ドン。ほい、昆布さんですね、レンちゃんやん。ラスト14パック目いきます、頼む、せーの、ドン。
はい、バクロバーですね。2枚目。よいしょ。あ、シドロモドロ。これは初ゲット。運命の3枚目いきます。せーの、ドン。はい、のがパープリチーザクですね。14パック開封して初ゲットしたのがこちら。8種類ですね。ババーンとか、電白小僧、ガラーキンボ。はい、最後に US 版の妖怪ウォッチで音声チェックします。まず、ホロメダルの青龍、妖怪メダル、ドゥー・イワシン。Azure Dragon。 渋いね。続いてホロメダルの大角の神合計続く。サマリンタップ。オーナープレンティ。オーナープレンティ。オーナープレンティ。これもイカツイ系の声やね。ラストはシドロモドロ、名前がコンフューズです。ドマリン、ラフリー。ドマリン、ラフリー。ドマリン、ラフリー。いいね。コンフューズ。コンフューズ。はい、ということで以上、今回は US 版の妖怪メダルシリーズ1の紹介でした。